コースナビ、今日はですね、京都府のですね、京丹波町のグランベール京都に来てます。おはようございます。おはようございます。ここはですね、東コースとそれから西コース、イーストウエストとありますけども、はい、今日はまあウエストということで18ホールずつありますから、はい、36ホールということですね。すごいですね。すごいですね。すごいですね。うん、ここね結構難しいんですよ。難しいんですよ。あ、僕初めてなんですよ、今日。うん、はい、で今日しかもね、ご料理のたっての希望でね、はい、ブルーティーというね、とんでもない。もう最近ずっとブルーティーじゃないですか。違います。もう腕が上がったんじゃないですか。腕が大将。あ、そう、はい、突っ込むね。いえいえ。どうですか、次郎さん、ここ前一回来たんですね。まあ、来ましたね。いいコースですよね。どう覚えてますよ。本格的なコースですよね。結構距離もありますしね。そうですね。ちょっとこう絞ってるところはありますけど、はいはいはい、面白いと思いますよ。特にね、途中のショートもね、池絡みが多くてね、うん、確かショート4ホールあるんですけども、そのうち3ホールが池絡みというね。あー、ボール流さないでください。プレッシャーかかるわけですね。景色にね。要するに。あ、なるほど。そうですね。今日ラウンドしていただくウエストコースなんですが、はい、イーストコースとともに距離が長く、結構ウエストコースの方は直線的なコースになっております。ですのでティーグラウンドから、フラッグ等が見やすくなっておりまして、攻めやすくありますね。ただ距離が長いので、シニアの方とかには結構大変なコースかと思います。アウトの方がやはりショートコース3番と、6番ですね。こちらのショートコース、3番の方が特に池が効いておりまして、なかなかタフな、ただ景観が特に良いコースになっております。でただ1番ホールがですね、まっすぐな直線的な思い切って振っていけるコースなんで、出だしは体を温めていただくような形でしっかり攻めてもらえればと思います。インの方も、出だしは、フラットなコースになっておりますので、しっかり攻めていただけると思います。昨年からですね、アコーディアになってから会員募集を始めまして、それが60万円で、今では高額な会員権だったんですけれど、アコーディアの趣旨としては会員権を購入していただくのは安くで購入していただいて、ゴルフを楽しんでいただこうという、そういう趣旨でやっておりますので、60万円で入会することができます。でプレイフィーも、やっぱりメンバーさんなんで、前日通して5222円という安い金額でラウンドいただけます。土日祝日もなんで、やはり今までよりもゴルフをたくさんしたいという方には、で好評の上にですね、はい、この60万円の金額がお二人で、はい、お二人以上で入会していただくと、はい、48万円になります。1人48万円になります。年会費が3万6000円になってます。これも36ホールで3万6000円というのは。
グランベール京都のですね、アウトの6番のパー3に来ました。ここは打ち下ろしですけども、どうですか、176、ちょっとね、風が上げてますし、なかなか難しそうです。ですね、お二人方は今、パワープレイ。まあ、たまたまやね、八木さんな。いや、もう僕はもうたまたまですよ。たまたま。まあ、一つの理由としては、まあ、ね、今日はこういう、チュースね。服をね、新調しましたんで。チュースね、スイスのね、アパレルメーカーなんですけど、高級なんですよ。このマーク。このマーク、はい。これはね、梅田のね、サービスエントリーで、あるんですよ、ね。今日はもう、パンツも、ね、シャツも、帽子も、サンバイザーも、ベルトも。ベルトもそうです。今日全部。綺麗だね、はい。これはもう、絶好調の原因ですね。そうですか。そうですか。そうですよ。そうですか。はい、何も返事をしようも6番のショートのホール終わりました。僕とですね、隅田君がパーで、あとはまあボギーということですよね。ジローさんはダブだったかな。まあ、とにかく170ヤードちょっとありますが、風の計算が難しいということと、それから、まあ、グリーンもですね、まあ、非常にその、やっぱり何ですかね、切れるというか、ピンの周りで切れるということで、結構まあ神経使うホールでしたけど、まあ、私はパーで上がれて嬉しいです。はい、それでは昼食の時間になりました。ジローさん何ですか？ハンバーグ。あ、ハンバーグ。僕はこれ何ですかね？オーストラリア産のサーロインステーキ。サーロインステーキです。はい。このハンバーグはどこの産ですか？地元の業者から仕入れております。地産のタンバギューイのハンバーグでございます。タンバギューイ。そうです。ちょっと開けてください。はい、いや、開ける前に。あ、そうか。かけたいんだけど。かけるらしいですわ。いいですか？はい、かけていいですか？はい。あんまりもう、はい、おお、うまそう、ね、じゃあいただきます。いただきます。これはタレと塩とありますけども、はい、ここのソースとバイエン、好みどっちでもいいわけですね。はい、はい、いただきます。丹波さんか、いただきます。うん、ソースが美味しい。ソースがすごい香ばしい味がするし、じゃあ今度は塩でいってみます。すごく歯応えがある。ああ、うん、歯応えが美味しい。まあ、いつも言いますけど、やっぱりゴルフ場ってやっぱ運動した後なんで、うん、こういうボリュームある方がみんなこう好んで食べますかね。どうでしょうかね。男性の方も女性も、うん、とても人気があります。あ、そうですか。でしょうね。食べたくなりますもん。ハンバーグとかステーキとか、まあ、他のメニューもありますけど、特にこういうの食べたくなりますね。柔らかい。柔らかいです。うん、油もね、うん、うまく乗ってて美味しいですね。グランベル京都ゴルフクラブの大山と申します。ただいまショップの方では上迫のキャリーバッグやヘッドカバー、ボストンバッグなどのアクセサリー類を 40% オフで販売しております。非常に可愛いデザインのグッズでして、女性の方にも人気がございますので、ぜひお買い求めくださいませ。そしてこちらのビバハートの女性もののウェアの方も 50% オフの特別価格で販売しておりますので、ぜひご覧になっていただいて、お買い求めいただければ幸いです。夏のゴルフの必需品といえば、こちらのメッシュのキャップやバイザーがいいと思います。こちらのバイザーはタオルの生地を使用しておりまして、夏のゴルフに非常に役立つと思いますので、ぜひお買い求めくださいませ。
グランベル京都ゴルフクラブではお得なゴルフウェアやシューズ、バッグ、帽子などを取り揃えておきますので、ゴルフ以外にもぜひ買い物にお越しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。次裁判か。うまい、うまい、ナイスです。踊ったね。あら、あら、そんな短いの？あ、弱いわ、あいな。あ、やってもた。何してるん？お、あいなぁ。いやぁ、ほら。よし、ナイス、ナイス。ちゃんと撮ったか動画。動画撮ったか。撮った動画。この動画は値打ちあるぞ。やってもうた。おい、これは値打ちある。グランベル京都のですね、インの15番のロングに来てます。ここはですね、ジローさんね、はい、結構絞ってて、で、台だから結構広いと思うんですけど、はい、距離たっぷりですね。前からだったらね、これ お辞儀はちょうどいいんだけどね、うん、後ろはやっぱり厳しいよね。そうですね、絶好調の八木さんどうですか。まあ、絶好調は午前中ね、絶好調だったんですけど昼からはまあ普段のペースで、ね、そうですか、ボギーペースに戻りましたんで、もう一踏ん張りしたいですね。もう一踏ん張りですね、はい、でも今日はドライバーもアイアンもね、正確性がすごくいいですよね。そうですか、ちょっと崩れかけてません、うん、そう、いや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 、もっと崩れてほしい。あらら、そんなことない。どうですか今、トリトリ打ってますからね。トリ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 、さっきトップしたよね。あ、トップしてますね。で、俺がコロンビアトップって言ったのに全然笑わなかった。ちょっと時代が違うんですよ。そうか、分からないんじゃないですかね。グランベール京都のですね、西コースラウンドが終了しました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いや、なかなかですね、特にインの方はですね、結構厳しかったですね。特にね、14番のミドル、15番のロング、16番ショート、17番ミドル、ここら辺全部ですね、距離も長かったですし、結構絞ってましたし、うん、どうですか。いや、距離もあって、絞ってるところは絞ってて、うん、まあ、ロケーションとか 見える、ね、景色がちょっと嫌な景色であったり、バンカーが効いてたりっていうのがあったんで、うん、はいはいはい、僕は面白いコースだなと思いますけどもね。まあ、距離は結構ありましたけどね、うんうん、はい、本当にね、特にジローさんね、14番ね、うんうん、ジローさん2オンのあわやバーディーパットだったんですけど、はい、あれは427ヤードですけど、うん、左 OB ラインですし、右もそんなに広くないですし、打ち上げですし、実質は440ぐらいあるかいうぐらいの感じでしたけど、うん、キャリーさんはもうちょっとあるかな言ってたけどね、まあ、あれ、あのホールは納得やね。あれセカンド何で打たれましたか。あれはクリーク。
か。いやー、クニークは素晴らしい当たりでしたね。見ててびっくりしました。左がね、ちょっとね、怖いんでね、どうしても引っ掛けるの心配すると思うんですけど、ちょっと左足上がりだったんで、右の方を狙っていったらうまいこと打ったんだけどね、打てたんだけど。まあ、そしてその前半のアウトはですね、まあ、ジローさんが3オーバーで、八木さんが2オーバーということでね、完璧ですね。まあ、たまにはね、そういうこともないと、面白くないじゃないですか。そうですね、やってて、あ、こういう日もあって、面白いな、ゴルフって思う日がないといつも、調子悪いな、調子悪いなばっかりじゃいけないので、まあ、たまにこういう日があると、まだ楽しくゴルフ次行けますね。今日はもう阪神タイガース85点、八木さん、上田二郎さん86点でですね、サンケイアトムズ、上村95、隅田98でですね、サンケイアトムズ、ボロ負けやな。完敗ですね。まあやっぱりバックから回るのはね、やっぱり我々はその距離のあれアドバンテージがあるから。いやでもね、そんなにね、距離で負けたいか、まあ、当然距離で負けてるんですけど、むしろね、今日叩いてるのはね、グリーン周りなんですよね。結構砲台に近いグリーンがありましたしね、でね、なんとなくね、芝目がね、ちょっときつくてね、なんか思うようにね、アプローチがいかなかったね、こう悔しかったんですけどね。体調はアプローチ、私自身はパターパターね、最近、ジローさん、パターはこんぐらいが入ったんですよね。ちょっと頭悪いんかね。いや、こんぐらいが入ったんですよ。2回も言わなくていいんじゃないですか、2回も言わなくて、あと1回言うよ。こんぐらいなんですね。何回言うねんって。ちょっと読みが浅いかな。いや、でもね、でもコースとしてはこのグランベール京都の西コース、今日ウエストですけど、このイーストもね、同じぐらいのレベルの、コースなので、この18ホールはね、かなりこれ、お値打ちものですね。面白いですね。このコース面白いですね。会員募集でね、一口60万ですけど、ね、これ本当前の10分の1ぐらいの値段で売ってるわけですから、これなかなかお買い得はお買い得ですけどね、うん、思いますね、うん、考えたら ね皆さんいいと思いますけどね。そういう意味では次のほれ夏のボーナスで肩どうな、買えますかね、うん、ボーナスあるのボーナスあれば、ぜひちょっと嫁さんに聞いてみて、嫁さんになボーナスあれば、そうか、いいねそれね。まあ、てなことでね、お疲れ様でした。今日は本当にタフなコースでね、もう後ろから回ったんでね、結構ね、体がきしんでますけどね、まあ、それでもね、ゴルフのね、面白さがね、本当に堪能できましたので、ね、非常に今、充実感があります。次はですね、亀岡ゴルフクラブです。またお楽しみください。